広瀬圭介8月31日帯は、日本の政治家、大阪府寝屋川市長、元寝屋川市議会議員、大阪府寝屋川市生まれ、寝屋川市立整備小学校、寝屋川市立第9中学校、上宮高等学校、明治大学政治経済学部卒業、明治大学大学院政治経済学研究科博士、 前期家庭終了後、大阪府議会議員の北川のりを事務所に勤める。政治の世界に入ることを、高校時代から10年計画で準備し、1999年春の統一地方選挙に初出馬、寝屋川市議会議員に史上最年少、最高得票で当選。以後、3期連続でトップ当選。2010年には史上最年少で副議長に就任。 2011年4月24日に行われた寝屋川市長選挙に立候補。4選を目指す現職の馬場義弘に敗れた。当日有権者数19万3723人、最終投票率 49.38%2015 年4月の大阪府議会議員選挙に自由民主党公認で出馬するが約1500票差で時点で落選。 2019年4月22日に行われた、寝屋川市長選挙に、現職の北川則夫市長の後継として、自由民主党推薦で、再び出馬、元市議長の南部はじめを破り初当選した。5月29日に就任。当日有権者数、19万4319人、最終投票率、5 0 4 4ありがとうございます。